い、こんにちは、うどんです。今回は M.2 にグラボを搭載するっていうあのキワモノを、もうちょっと深く掘り下げてみようっていう動画です。また前回ご紹介したミニ PC ですが、まあ、ちょっと怪しげなあの格安のミニ PC ですね。M.2 があって、しかも NVMe らしいので、まあ、こちらの M.2 でも試してみましょうってことです。というわけで、今回は、まず先日の M.2 にグラボ装着の動画では AMD の CPU での動作確認だったんですね。まあ、視聴者さんの方から、まあ、インテル系の CPU ではどうなんでしょうっていうお話があったので、まあ、そちらの検証をしてみました。まあ、これが結構紆余曲折ありまして、で一応は動作できましたが、まあ、ちょっと注意が必要みたいです。まあ、そのご報告となります。で次にミニ PC の M.2 も試してみましょうと、PCIe カードやグラフィックボードは使えるのかどうか、検証していきたいと思います。でついでに全部バラバラにして、まあ、どんな中身してやがるんだっていうことで、まあ、ちょこっと分解もしてみました。まあ、最近は 4K で書き出ししてるので、まあ、ぜひともご一緒にご堪能いただければと思います。で、このうどんの機材部屋チャンネルでは、パソコンやガジェット、カメラなどのご紹介や DIY などをお送りしておりますが、高評価や、コメントなどいただけると、動画の方がどんどん伸びちゃう、カスピ海ヨーグルトぐらい伸びちゃいますので、何卒よろしくのほどを。で、まず、CPU にインテル Core i3-1100 を搭載している、NVXT-H1 マシンで試してみました。で、実はこのマシンで2回検証することになるんですけど、で、マザーボードの方は、ASRock の Z490MITX-AC。まあ、バラしていって、M.2 スロットの空いてる方に、例の中華製の M.2 から PCIe へ変換するケーブルを取り付けまして、で、レイディオンベガ64にモニターも接続して起動したところ、まあ、何も映りませんでした。まあ、なので、オンボードの HDMI にモニターを繋いでみたところ、まあ、BIOS も起動、で、Windows も立ち上がりましたが、デバイスマネージャーでは認識されてないようでした。で、GTX1660Ti も取り付けてみましたが、まあ、オンボードの HDMI に接続した場合でも、まあ、BIOS すら表示されず、なんかアンダーバーなのかハイフンなのか、まあ、これだけ表示して固まっちゃいました。で、これはやっぱりインテルでは無理なのかなと、まあ最初は思ってました。で、次にインテル Core i9-9900K 搭載の、うどん初号機で検証したところ、こちらのマザーボードは ASRock Z390、ファントムゲーミングなんですが、表の方の M.2 スロットへ取り付けて、で、ベガ64を取り付けて起動させたところ、無事に画面表示されまして、で、ドライバーも問題なくインストールされました。で、GTX1660Ti でも、問題ありませんでした。まあ、なので、ついでに FF15 ベンチをしてみると、まあ、やっぱり数パーセントは性能低下があるようでした。で、9900K では動作するし、まあ、ちょっと気になるところもあったので、まあ、もう一回10100マシンで試すことにしました。というのも、有線 LAN カードで試してなかったので、それをやってみようと。で、取り付けてみると、まあ、やっぱり認識しなかったんですね。で、最後にダメ元で M.2 スロットを入れ替えて起動させてみたところ、なんとこれがなんか正常に認識されました。まあ、なので、ベガ64と GTX1660Ti も装着してみたところ、まあ、こちらも表示されました。で、なんでスロットを入れ替えるだけで使えるようになったのか、まあ、ちょっといろいろ考えてみたんですが、まあ、おそらくですが、PCIe のコントローラー、制御してるのは、チップセットだけじゃなくて、CPU にも内蔵されてると。まあ、なので、2つの M.2 スロットの、コントローラーの担当が別々なために、まあ、動作の方もなんか違っちゃってるみたいな。まあ、あるいは BIOS への対応がどうのこうのとか、なんかそんな感じなんじゃないんですかね。で、前回の動画でご紹介したこのミニ PC の MAX ミニ B2 プラスにも、M.2 から PCIe へ変換するケーブルを使って、で、グラボや LAN カードを取り付けて、で、動作するのか検証してみたいと思います。で、裏蓋を開けると、
ていうか爪がしっかりしすぎてなかなか開かなかったんですが、まあ M.2 スロットが2つありまして、で1つはすでに SATA の SSD が装着してあるんですが、まあ、もう一方は空きスロットになってます。で基板には NVMe2× って書いてありまして、で商品ページには最大 10Gbps まで速度出るよってことなんですが、まあ、企画的にPCIe2.0 なのか 3.0 なのか、まあ、あるいはその他なのか、まあ、何なのかちょっとよくわかりません。でまずは 10Gbps の有線 LAN カードを取り付けてみました。で電源はRyzen、ルノワールの 4750G で使用中の電源を間借りしまして、っていうかこれで電源取れてるのか怪しいんですけど、まあ、起動してデバイスマネージャーを見てみると、まあ、どうやら認識しまして、まあ、普通に使いました。で次に GTX1660Ti を取り付けたところ、まあ、なんと画面表示されました。まあ、ただすんなり動作したわけではなく、まあ、グラボの電源が先に入ってないとダメなようで、まあ、なので 4750G のスイッチを入れてからミニ PC の電源を入れる必要がありました。まあ、ただ実際に使用するとなると、まあ、電源をどう調達するのかちょっと問題ですよね。まあ、こんな使い方する人いないと思いますけど。で、とりあえずベンチマークもやってみました。シネベンチ R15 のオープン GL 性能は倍増。まあ、たかが知れてますが。で、FF15 ベンチもなんとか動作しましたが、まあ、やっぱりあれです。で、ドラクエベンチは大幅アップ。まあ、ただ他の PC でこの GTX1660Ti を搭載した場合とでは、まあ、だいぶスコアに開きがありますよね。まあ、やっぱりシングル性能がポンコツすぎるんでしょう。まあ、シングルうんこですね。まあ、ただこれで夢も広がるというものです。というのも先日 NVIDIA から新しいグラフィックボードの GeForce RTX3000 番台が発表されたんですね。まあ、なのでこれをこのミニ PC に搭載して、いやまあ大きさ的にグラボにこのミニ PC を搭載する感じになりそうですが、まあ、まるで軽自動車に F1 エンジンを積むみたいな、なんかそういう斜め方向のロマンを私は求めたい。で分解の方も進めていきまして、まあといってもパーツはほぼないんですが、マザーボードの裏面、蓋を開けた側には、M.2 スロットの他に Wi-Fi や Bluetooth の、ネットワークコントローラーなんかがありまして、であと裏蓋の裏には 2.5 インチベイもあって、まあ、M.2 とは別にもう一つ SATA のコネクタがあるんですが、まあ、一般的な形ではないし専用ケーブルも付属してないので、まあ、利用はできないみたいです。でマザーボードの反対側には、ファンとヒートシンクが取り付けてありまして、まあ、これを取り外してみると、まあ、グリスがうんこ盛りされたであろう、セレロンの CPU があらわとなりました。で、ハンダ付けされたメモリもあって、で、カニのおそらくサウンドカードもありました。まあ、あとスピーカーは一つだけっぽいです。で、組み直していくんですが、CPU グリスは拭き取りまして、SMZ02S の CPU グリスを塗っておきました。で、無事起動しまして、OCCT のパワーモードを実行してみると、なんか温度上がっちゃいました。というわけで、今回は M.2 でのライザーケーブルの対応を、まあ、いろいろな PC で確認してみましたが、まあ、うちにある PC ではほぼ動作するっていう結果になりました。まあ、ただこれはもう個別に対応を確認していくしかないのかなと。まあ、自作パソコンの醍醐味って、まあ、こういううまくいくのかいかないのか、まあ、自分で確認してみるっていうところにもあると思うんですよね。まあ、あとは自己責任でお願いします。今回は以上です。はい、ありがとうございました。